八角ぐんじゃ見えんな、これは。どうなんだろう。ああ、ここから見える。広いぞ、ここ。なかなか眺めがいいね、あれね。はい、文武天皇陵でございます。上はちょっと文字がね、文字が見えないですね。誰やった、文武天皇。岡宮天皇やったっけ。高取町にあるやけね、岡宮天皇陵の。追放される天皇でございますからね、後でね。これは分からんな、これは。どうなんだろう。この頃の天皇陵は八角本塾になっとるんでね。大きすぎるな。サイズが大きすぎるね、八角にしては。やっぱり中尾山か。大きすぎるわ、なんもなんでもなこれ。この大きさやもん。これは八角ふんには見えないわ。はい、行こう。この辺はずっと直線で、ちょっと違うかな。はい、ここであるけどね。文武天皇。はい、ありがとうございます。この大きさですからね。ここもずーっと直線になってるからね、これ。はい、ありがとうございます。あ、それ入らないでさ、右から入らないからさ。お、中見えますよ、これ。いやー、なかなか見えなかったけどね、今まで。これ。え？山はどこ？山は。山見えないの。あ、この辺が一番上高くなってるのか。見えませんね、これは。いやこれ八角じゃ見えませんね、これは。どうも。はい、文武天皇陵でした。どうなんだろう。ちょっとやっぱりおかしいかな。